上新駅は愛知県名古屋市西区上西4丁目にある名古屋市営地下鉄鶴舞線の駅である。駅番号は T04。運行上の拠点であり、乗務員の交代が当駅で行われるほか、上り最終電車のみ当駅止まりとなる。かつては日中にも当駅期終点の列車が1、往復設定されていた。上新駅ホーム相対式ホーム2面2線を有する地下駅。 一番ホームには東改札口、二番ホームには西改札口がそれぞれあり、両ホームは線路の下を通る連絡通路でつながっている。改札外では東西それぞれのコンコースをつなぐ通路はなく分断されている。一番または二番出入り口から入り、階段を降りると一番ホームにしか行けず、四から六番出入り口から入り、階段を降りると二番ホームにしか行くことができない。 よって、例えば2番ホームで降りて1番または2番出口方面に行きたい場合には、ホーム中央の階段を降り地下通路を利用する必要がある。上、小台方面に行きたい場合には1番または2番出口から入らずに、横断歩道を渡った5番または6番出口から入るのが便利である。当駅は、鶴舞線運転区が管轄している。 元は終点であったことから上を台側には留置線が一本、あり、赤池側には片当たり線がある。地上と西改札口コンコース、ホームと地下連絡通路を結ぶエレベーターなど、バリアフリー施設が整備されている。1番から6番までの出入り口があるが、3番、出口のみ存在しない。4番出口から出入りする場合は、 西改札口からホームに沿って設けられた通路を80メートルほど歩いた上で階段を及びエスカレーターを利用する必要がある。東改札側のホーム脇にも同様の通路が存在するが、非常用通路として普段は閉鎖されている。非常用通路の先は当駅の出入り口配置上は3番出口の設けられる位置であるが、そこに出口はなく、 線路の上をまたいで4番出口階段途中の踊り場に設けられたドアにつながっている。この非常用通路の入り口は東改札口前の1カ所及び赤池方面行きホーム側2カ所の合計3カ所であるが東改札口前の入り口はシャッターが下ろされており駅員が操作しない限り開けられないこと入り口上部に設けられた誘導灯は消灯の上白紙が貼られており ここの誘導灯のみ古い機材のまま更新されていないこと、他の非常口ドアが黄色に識物塗装された上で、非常口のピクトグラムが描かれているのに対し、この非常通路に関してはホームがアデ入り口のドアも茶色塗装であり、非常口と分かりにくいことから、この通路を非常口として積極的に告知していない様子が伺える。 東改札口から避難するのであれば1番もしくは2番の出入り口を利用するか改札内通路を通って西改札口側の5番6番出入り口を利用した方が近い。上新ステーションビル名古屋市西障害学習センター上西1丁目周辺は繁華街で西区の中心部でもある。名古屋市 A バス上新営業所上新町バス停留所名古屋市 A バス営業所に 隣接しているが、野波営業所に隣接する、鳴子北駅とは異なり、バスターミナルにはなっておらず、上新交差点の周囲に設置された停留所を発着している。上新町で折り返す系統は少なく、基本的にそのまま各地へ直通している。乗り場は1番から10番まであるが6番乗り場のみ、存在しない。ないは、駅番号を示す。ありがとうございます。